はい、どうもトムです。今日はですね、新しくブレンダーを学習したい初心者の方に向けた、ズボラな人によるズボラな人のための初めてのブレンダーシリーズやっていこうと思います。略してズボハジですね。ネーミングセンス皆無ですよね。 CG って難しいイメージあると思うんですよ。まあ実際難しいんですけど、この動画では細かいことは気にせず楽しめる範囲で気楽にやろうってのがこの動画のコンセプトです。最終的にはこのチュートリアルで簡単なキャラクターを1体作ろうと思ってます。まあ、外出自粛中に何か新しいことやりたいだとか、ゲームや映画が好きで 3DCG を使った仕事に興味があるとか、将来学校で学ぶ予定だけど事前に少し学習しておきたいとか、いろいろ事情があると思いますが、とにかく 3DCG ってものに一度触れてみたいって方に向けた動画になります。そもそもブレンダーとは無料の統合型 3DCG ソフトの一つで、まあ簡単に言うとキャラクターを作ったり、それを動かしたり、映像を編集して出力したりと一連の流れを行うことができるソフトです。しかも有料ソフトに負けないぐらい優秀なんですよ。実際僕も仕事で使ってたりします。でこの動画を見てる人でブレンダーをやろうか迷ってる人たくさんいると思います。でもこの動画を見てるってことはブレンダーに少なからず興味があって開いたはずなんです。ってことはそう、もう答えは出てるんです。これはもうブレンダーをやらないわけにはいかないですよね。すでに他の 3DCG ソフトをお使いの皆さんもブレンダーにしかできないこととか、他のソフトより特化した部分があったりするので、ぜひ学習ソフトの候補に入れてみてください。実際僕も複数のソフトを使って仕事をしているので、この動画をきっかけに少しでもブレンダーに興味を持って触ってもらえたらなと思います。前置きはこの辺にしておいて、まずブレンダーを入手するところからですね。そもそもブレンダーはどこで手に入るの、ダウンロードはどうやってやるのって人が少なからずいると思うので、一緒にダウンロードするところから始めましょう。はい、概要欄に URL を貼っておくんですけど、まあ、そちらで飛んでもらうか Google でブレンダーと検索しましょう。そしたら一番上に出てくると思うんですけど、このブレンダー .org なんちゃらかんちゃらってとこにアクセスしてください。でホームページに飛んだらこの画面になると思います。でこの青いボタンをクリックしましょう。でこの青いボタンを押すことでダウンロードされるんですけど、その際ここで OS を選んでおいてください。 Windows の人なら Windows 初期設定で大丈夫です。 Mac の人とか他の OS をお使いの方はここから選んで、で選ぶとダウンロードされてるのがわかるかと思います。でそこからインストーラーを起動して OK とか NEXT とかポチポチ押していけば勝手にインストールされるんですけど、これがまずブレンダーの通常版の、まあ、安定したバージョンのダウンロードの仕方で、もう一つブレンダーって常にアップデートされてるソフトで、多分毎日アップデートされてると思うんですけど、このバージョンとは別に不具合が多いけど最新の機能が搭載されてるぜっていうバージョンがあるんですね。で僕は常に新しい機能を使いたいので、そっちのまだ安定してないバージョンを使うことが多いんですけど、そちらのダウンロードの仕方もついでに説明したいと思います。この画面から下の方にスクロールしてもらうと、このですね赤いボタンがあると思うんで、ここにダウンロードブレンダーエクスペリメンタルかな、これ押してください。するとですね、さっき 2.82 だったんですけど、ここにあるのは 2.83 と、で最近リリースされた 2.9 のバージョンが隠されてます。シークレットブレンダーですね。これ、アルファ版はちょっとまだ安定してないのかな、使えるっちゃ使えるけどエラーとか不具合起きるよってやつ、それよりちょっとエラーとか出にくいよってのがベータ版かな。アルファ版よりベータ版の方が確か安定してるはずです。間違ってたらごめんなさい。なんで僕は上のこの 2.83 を最近は使ってます。なので僕と一緒のバージョンで進めていきたいよって方はこちらをクリックしてください。で今回はこのブレンダー 2.83 のベータ版の使い方を説明していきます。使い方っていうか、起動の仕方ですね、ブレンダーの。はい、じゃあしばらくダウンロードして、はい、でダウンロードできたら、その、ブレンダーがダウンロードされてるフォルダに行ってこいつを回答しましょう。はい、回答が終わったら
フォルダが開かれると思います。でこの blender.exe こいつをダブルクリックしてあげることで起動することができます。もしくは右クリックから開くですね。でよくブレンダー使うって人はついでにタスクバーにピン止めしておきましょう。タスクバーにピン止めってのはここタスクバーっていうんですけど、ここにピン止めしておくことで次回からここから、起動することができます。便利です。で開いてください。何にもインストールが必要ないのがすごいですよね。このまま立ち上がっちゃうっていう。はい。で立ち上がったら、僕ちょっと設定しちゃってるんで最初の画面が違うかもしれないんですけど、適当なとこクリックしてもらって、で最初ブレンダーのメニューが全部英語になってると思います。英語わかる人はそのままでいいんですけど、英語わかんないよって人はここのエディットからプリファレンスで、ここから日本語化をしていきます。でインターフェースってあるんで、ここのトランスレーションのここのランゲージをジャパニーズ日本語これにしましょう。でツールチップとインターフェースにチェック入れておきましょう。なんか新規データはチェック入れない方がいいみたいな記事をツイッターで見たので、これはそのまま放っておいても大丈夫だと思います。これでプリファレンスを保存。これで次回から立ち上げた時日本語で立ち上がります。はい、とりあえずソフトを立ち上げるという大きな一歩を踏み出したところで今回は終わりたいと思います。次回はですね、この画面の説明だったり簡単なカメラ操作をやって、ブレンダーともっと仲良くなろうと思います。ではまたね。